ちは、沢村庄司です。今週ね、リリースパーティーの週なんですよ。今車の中から撮ってる、なんで車の中かなって思ってる人もいるでしょうけど、あんまり意味ないです。運転するだけじゃあれなんで、時間もったいないんで運転しながら撮影させてもらってるだけです。で、今週リリースパーティーの週で、テレビラジオ出演が先週ぐらいから結構合ってるんですよね。福岡の方でも6月22日 KBC の朝ですね、まあ VTR 出演でしょうけどあるし、金曜日なんかは、金曜日の木曜日か、DIG 福岡っていう FM 福岡の番組でなんか Zoom で出演するらしいんですけど、トギーさんがね、パーソナリティのモノマネをしながらやるっていうのを先週公言してたんで、まあ、楽しみながら聞きたいなと思います。まあ、福岡以外の人たちはラジコプレミアムを使って聞いてくれたら面白いんじゃないかなと思いますね。トギーさん以前イベントの時直にモノマネしながらなんかやったみたいなんで、なかなか面白い人なんで、ぜひこのディグ福岡木曜日のですねやつはラジコプレミアムで聞いてもらいたいなって思いますね。まあそれはさておきなんですけど、まあ、リリースパーティーね、楽しみですよ。ロマンティストでいいじゃないですよね。まあ1位になってましたね、ダウンロードで。それもいいんですけど、まあ CD 買ってね、お見送り会があるっていう、これをやっていくのは最高だと思いますんで、ぜひそういうのができればなと。2枚買ってポスターまたもらえると思いますんで、ポスターをいただいて、でサイン付きが当たれば最高だなと。今まで1枚しか当たったことないんですよ、サイン入りのポスターが。なんで2枚目をぜひ今回ゲットしたいと思います。なんかいい感じの曲でしたよね。なタップ踏んでっていう、また新しい境地、まあ今までもそういう感じはあったんですけど、まあ曲調もまた新しいのにチャレンジしてって、60過ぎて新しいことにやっぱチャレンジしていく年者の姿勢って最高だなと思いますね。もう最近運営側もいろいろと新しいことやったりやってくれたりとかね、公式ホームページの更新も以前と比べて結構あるんで、まあ、ファンにとっては嬉しい限りなんですけれども、あのグッズですよ、リリースパーティーの3種類出てたでしょ。3種類、タオルとあのメガネ入れ、グラスケースっていうんですか今の時代、あれとキーホルダー、キーホルダーですよね。え、今の時代にキーホルダーかっていう。だからリリースパーティー用でそれこそはアクリルスタンドとか限定で作ればいいのに、そんなね経費もかからずに写真とかもいいのあるのに、なんでそういうのしないのかなっていう。でキーホルダーですよ、キーホルダー。いや、だ多分ね、応援してる人たち買うっていうことに対してちょっとグッズ制作の人甘えてない、マジで。あれちょっと舐めてるよねと思って見た瞬間に、いや誰宛てに作ってんのって。男性ファン宛てに作るにしてもなんか中途半端だし、女性でキーホルダー、いや今令和よ、令和。昭和だったらキーホルダー良くても令和だよ、令和にキーホルダーってちょっと何考えてんのかがすごいあって、まあその種類をいっぱい作れっていうわけじゃなく、もっと真剣に考えなよっていう。いや真剣に考えてるんですよって多分言うんだろうけど、考えてる人は。それで真剣だったら正直しょうもないよねって、もうやめた方がいいよ、デザイナーとかそういうグッズの制作っていうのっていうぐらい、ちょっと今回はムカッときたんで一言これは言わせていただいております。まあそんなこんな言ってもね、
まあしょうがないんで、次週末ですね、皆さん楽しんでリリースパーティーの方盛り上がっていきましょう。そんなこんなでよろしく。